じゃあ自己紹介お願いします。大阪東淀川から来たレオ。それだけ？パクレイさん、パクレイさん、何して？親父狩り。親父狩りで どういう状況だった？何したの？しばいた。じゃあ次行きましょうか。はい。はじめまして、マスクド・ジョージと言います。自分は幼少期から大人になってもいじめや嫌がらせを受けてきました。引きこもりになり自殺も考えました。自分を昔いじめていた連中を見返してやりたいんです。本気で人生変えたいんです。その思いでここに来ました。よろしくお願いします。ビンタの大会で格闘家が参加されている中で、はい、もう最後まで行かれたんですよね。はい、皆さん格闘家の方だったんですけど。やめろ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 、みんな真剣にここに来てんだ、やめろやめろ。親父ちゃうで。思いっきりもらったけど大丈夫？はい、思いっきりいただいて全然大丈夫です。俺彼のビンタの大会、慶之助のジムで主催して俺見てたんですよ。それ結構でかいやつらに本当ボコボコに顔面殴られても結構最後まで勝ち進んでましたよ。はい、根性は準優勝までさせていただきました。どれぐらいのパワー受けれるの顔面で？あー、まあノッコン受けれる？ノッコンさん、はい、受けれます。攻撃力あるんですか？自分の攻撃力はあまり、まあ正直あまりないですけど、まあ防御力でしたら、まあここにいる方、まあ、じゃあそこの2人スパーリングしてもらいます？18歳。じゃあそこの2人、親父狩りと、親父狩りのレオと、はい、そのスパーリングできます？今から。はい、行けます。じゃ準備してください。あいつ突っ張ってんね。結構面白いですね、あいつ。三島くん、はい、さっきの勝った方とやるの面白いかも。はい、はい、はい、してやろうかなと思ってます。全く知らないですね、誰って感じです。はい、ここから高校生グループになります。入ってきてください。ヒカピ、ここ未経験。やば、ブレイキングダウンじゃん。うわ、やば。ピカピーどこ、ピカピーどこ、ピカピー、あ、始めまして。ちょっと握手お願いします。
うおぉ、何ですか。お会いしたかったんですよ、高木さん。すいません、お座ります。もっと座ります。はい、陰キャラ。ブレイキングダウンだ。楽しい。髪はめっちゃある。気持ちいい。じゃあ自己紹介お願いします。はい、こんにちは、コウタロです。高校2年生なんですけど。ヒカビ、お前何で負けたんや、そこ立って。うっせぇ、なんだお前ら、お前にさ。おい、ちょっと待って、お前にかまってる時間なんかねえんだよ。バイメイがよ、バイメイが俺と来てたんじゃないかよ。おらおい、気持ち悪いな、おい、クソガキ。東京は必要やんぞ、おい。おい、クソガキ。かわいい。かわいい。うっせぇな。おめえとやるメリットねえんだよ、ザコめ。気持ち悪いもん、死ねえよ、マジで。はい、次の人。死ぬしか言えねえ。菅原です。今高校3年生で、表では受験勉強しながら、裏ではバチバチに殴り合いしてます。で、今回俺がここ出た理由は、お前さ、お前フィッシャーズマサイみたいな顔してるからさ、お前さヒカピーとかさ、お前ビビってんだろ、お前。お前、俺が今から行くから、お前見とけ。おい、ヒカピー。なんだ、お前なんだよ、なんで俺ばっかなんだよ。お前さ、なんで2人がいてなんだよ、おかしいだろ。おこれはおかしいだろ、お前。おい、なんで賛否やんだよ、おい。ハゲはよ、これはだけで十分なんだよ。おかしいだろ、これ。なんで、うわ、もうやだよ。なんで俺ばっかなんだよ、おかしいだろよ。はぁ、元気はいいけど、全員微妙なんだよね。なんか前回とあんま変わんないんだよね、そのノリが。いいですか。俺は今偏差値80あって、でな、表では俺は受験勉強頑張ってる。でも裏では毎日毎晩喧嘩してます。で、昔俺韓国で住んでて、僕の母親が死んでしまったんですよ。で、それを機に俺は今まで避けてきた受験勉強に全身全霊に取り組んで、俺はそれで天下取りました、勉強の面で。で、俺は昔から喧嘩ずっとやってきて、受験勉強で天下取って、そして俺は今度喧嘩でも天下取るために俺ここ来たんですよ。で、本当はひな壇のヒカピーとかそういうゴミはどうでもよくて、他の、ね、そこら辺に並んでるゴミ集まりや、ゴミ箱だよ、この。俺は素人流れにしてボコボコにしようとして、俺は今ここにいます。じゃあ俺とやろう。長えマジで。やるか、お前。やろう。帰らせてよ、お前さ。オッケーっす。じゃあ一旦このグループ終了で。はい、帰って、バイバイ。一人残ってください。次は経験者も入ってます。実力が来るっていうか、ね、カッピーありがとう。お疲れ。てめえが売りだ、純粋や。おじゃ、駅前のな、指名手配のポスターにお前乗ってたぞ。おじゃね、あれおじゃね、やろうぜ、おめえだよ、お前だろ。いや、おじゃね、お前それ剥がしたら分かんだよ。分かった分かった分かった、座れ。まあまあ一回座ろうか。自己紹介お願いします。どうも、港区から来たルキです。僕はここに来た理由は、僕今受験生なんですけど、なんか勉強してて違うなって、ペン握ってもしっくりこなくて、やっぱり僕は拳握ってる方がしっくりきたんで、まあここなら本気の殴り合いができるなと思って来ました。まあ、とりあえず、まあ、誰でもいいんでスパーで見せたらなって思います。俺今よ、偏差値80あって、うん、高すぎやろ。うん、お前努力することのお前はありがたみ分かってねえみたいな。この筋肉見分かるわ、努力してんで。お前俺でやるか。やるか。お前ガチだろ。俺ガチ。俺も今回ガチできて、ヒカピーなんかああいうなネタ枠とか俺は関係なしで、本気でスパーリング試合組みに来てる。俺もだよ。だったらお前さ、いいじゃん俺と。俺は喧嘩には絶対自信ある。ああ、でもお前俺とやろうよ。俺だってバチバチにやりてえよ。今やるかじゃん。やるか。おいおいおい、お前俺に勝てるわけねえぞ。あ、おい、今来んだけど弱えよ。ん、ここ面白いっすね。ここ面白いっすね、この二人。確かに二人試合決定します。二人試合決定で。やるか。お前、俺っすか。やるか。俺やるか。お前バルクもっとつけとく。ああ、もっと仕上げてくるよ。あ、あいつの肉団子みたいな二頭筋引きちぎってやるよ。まあ、僕のこの筋肉には全く勝てないんで、ボコボコにして、まあ、机にまた戻してあげようかなと。
やっぱおとなしく勉強だけしとけって感じです。どうも浜のフーリガンセルゲイです。まあ俺はここに来た理由っていうのが、まあ、横浜でもう高校生俺に勝てるやついなくて、もう退屈だったからここにちょっと喧嘩しに来たんだけど。何これ、アルワングラブ聞けろよマジで。何言ってるか分かんない。あ、なんだよ、君は喧嘩してんの。あー、オッケーオッケー、一旦席座って。一回座って。あいついいっす。次の方。おっ、福岡県から来ました、日本一強い空手家高校生山下玄太です。まあ正直、まあ高校生で自分が、まあ、強いやつはいないと思ってるんで、まあ誰かとやらせてもらえたら、まあ自分の強さが証明できるかなと思ってます。おっす。二人体重一緒ぐらいですね。俺83っすね。83キロ、はい、2人試合しますか。じゃあえ、はい、なんかこいつは世界一取ってるって言ってる人です、ね。うん、俺宇宙一いけるわ。じゃあやろうぜ。いいよ、やろうや、やろうや、やろうや。いいよ、全然取ろうぜ、うん。全国は10回以上取ってますね。まあ世界も3回ぐらい取ってますね。まあ絶対勝ちます。おっす。まあてめえ世界一3回取ってると思ってたけど、俺勝ったらてめえのトロフィー全部もらってるから。待ってやれ。樋口さん一人で何してんですか。いや結局また喧嘩しちゃって。また樋口さんはすぐ喧嘩するからこれでもやってくださいよ。樋口さんキャラクターになったらしいですよ。樋口武宏に挑戦。8月15日から緊急参戦。あの最強の樋口武宏に全員で挑め。応募総数2000通。ひな壇の中で特に標的にされた3人。なんか大したことのやつばっかだから。他じゃダメなんですよ、ブレーキングダンジョンありゃ。まあ兄弟を旅行連れてあげたり。気になるやつを呼び出し、温泉の相手を自ら決める。面白そうじゃないですか。面白そうですね。楽しみですね。確かに。どういう人がいるか。榊真希夫、中3の時に、傷害事件、学校の先生ですね。2度目が、詐欺未遂、今多分流行ってる詐欺の受け子なんですけど。下っ端やねお前こいつ。仕事は何してるんですか。仕事は、ニートですね。とりあえずこれ次第かなって感じですね。これ次第で決めようかなってところですね。ちょっとな、軽薄なんかあんまり。サングラス外させてもらっていいですか。目見たいですね。あのサングラス外してもらえて、あのすぐ3丁目なんですけど、うわこれは結構可愛い顔してます。可愛い顔してる。めっちゃ目優しいやん。ありがとうございます。絶対いいやつじゃんこいつ。大阪から来たビリケン、よろしく。お前ビリケンって大阪にみんなに友達に行ってるって言われたから。この子なしですね。逆によく上これ通しましたね。うん、誰に喧嘩を売りたいとか誰と戦いたいとかってあったりしました。樋口。お、それなぜ。寝技バックで面白くないんだよ試合が。まあ自信があるからここに来たって感じです。寝技同士で戦うっていうのは違う。まあ別にいいけど喧嘩だから。喧嘩したことねえだろこいつ。購買2期に負けてたでしょ殴り合いで。おめえも勝てねえもんやろ。こいつちょっと呼び出して説教しましょう、俺が。ちょっと
やらないですけど、ちょっと呼び出して一回こいつ説教したいですね。お前ちょっと辛かせや。申し訳ないけど、君はね、俺に勝とうと思ってやってる。思い出作りに来てるだけ。勝てると思ってる。勝てると思ってる。やるか、じゃあ。うん、やろうよ。いいよ。いいよ、いいよ。やる。やるよ、やるか。いいよ、大丈夫、大丈夫。大丈夫、いいよ。そう。そう、もう、来いよ。いいよ、ほら、来いよ。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いいよ、もう。もう分かった。これで終わりだ。やるな、かわいそうだ。いいよ、じゃあもうまだやるの。やる。おい、おい、こんなもんか。もっと見せろ、お前の。そうだ、見せろ。そうだ、そうだ、いいぞ、いいぞ。お前、もっと見せろ、ここで目立ってバズりたいだろ、お前。そうだ、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 いいぞ、いいぞ。うわあ、いいね。いいじゃないか、お前。根性あるのか、お前。おお。俺も死ぬ気で生きてんの。ああ、気持ちは分かったよ。だけど、勝負論がない。申し訳ないけど。気持ち分かった。だから、とりあえず、今回は諦めろ。だけど練習して、もっと練習して、次応募し、うん。じゃあまずお名前から一回。あ、これ源氏なんでもいい、森でも。なんでも。じゃあ森だ、俺は名前。もうなんか寝巻きで聞きとるもんね。まあフリーターやな。フリーター部やっとる。なんでフリーターなんすか。まあ、自由やけん。お、全部クビなった。なんで。お仕事ぶん殴って、舐めとる先輩とかおってボッコボコにして、最近刺激がないけん、マジで。なんかつまらんけんさ、人生の。あ、こいついいな。まあ、樋口、あいつもなんか生きっとってムカつくもんな。ムカつく。あの顔面見とって、目つきもなんか気色悪い目つきしよっけん。こいつも呼びてえな。うん、いいですね。今ここで誰かと喧嘩できるって言ったらできますか。全然できる、余裕。誰でも。誰でも。アウトサイダー陣でも。誰でも。もうかかってこい。マジ。上等。こいつぶっ飛ばしてやろうかな、今。行きましょうか、今。お前ちょっと辛かせや。誰だ。重役。おう、樋口に聞か。なんか気持ち悪いな、その髪型。マジで、うん、金髪似合ってねえし。それ挨拶は俺に挨拶当てていいよ。ほら、ほら、なんだよ、そんなもんか。決めれてねえぞ。ザコ、何やお前、力ねえの。んだよ。はい、ブレイク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 。終わり、終わり、終わり、終わり。スタコがよ。あ、素人にお前血出されてんじゃねえか、お前。お前、開けとけよ、8月。ぶち殺しやったら。ほぉ。こうです。何や。あいついいや。あいつぶっ殺します、マジで。温泉で。
ザコシちゃん、格闘家の家じゃもないよね。ザコザコ。ザナ。ザナとは世界でも大注目の国内ナンバーワン Web3 メタバース。誰でも簡単にアバターやゲームが作れて稼げて出会えるアプリ。ザナ逃走中、ウルトラマン、鉄腕アトム、地方自治体や大学にも採用されているザナ。なんと今回ブレイキングダウンの土地を限定販売。有名選手たちが集まるエリアのオーナーになれるチャンスを見逃すな。全ての人にもう一つの居場所ともう一人の自分を。ザナ。では自己紹介お願いします。どうも、ミクルと同じ暴走族で特攻隊長やってた翔太って言います。特攻隊長やりたい人いないの？10人日記ですかね。やりましょうね。はい、やっぱ前回の試合見てても面白かったし強くなってるんで。そうですね、昔暴走族と何回か戦ったことあるんですけど、はい、久しぶりに暴走族と殴り合いたいなって思います。どうミクル、いい？あ、ちょ待ってください。それで言ったら俺十人力と前回本当は溝口さんとやるあれがなかったら十人力とやる流れだったんですけど、今やったら俺誰と？いいっすか？いいっすか？で、勝った方が十人力とやったら OK っす。じゃあ準備してください。しゃ、はい、試合見て勝てそうですか？大丈夫そう？ああ、余裕です、はい、余裕で勝ちます。まあ、前回より多分強くなってる。それは俺も一緒。よろしく。次の方、はい、城田純です。主に歌手活動など、芸能活動をしてきました。とにかく格闘技が好きで、初めての試合をぜひブレイキングダウンで飾らせてもらいたいなと思って応募しました。よろしくお願いします。あの、ユウのお兄さんですか？あ、そうです。似てますね。年子なんで、はい。あの、前回タレントの清水くん倒してる塗り坊くんは空いてますか？まだ。塗り坊美味しいじゃん。白田優の兄ちゃんだ。ああ、まあまあ、僕も歌うまいんで。白田君歌えんの？あ、僕も歌やってます。ちょっと一回もう少しだけ聞かせてください。少しだけ。お前が先歌え。花束の代わりにメロディーを抱きしめる代わりにこの声を。もういいよ。僕を見つめて。やはい、俺じゃなわんにゃいしゃっきや。のど自慢に来たの？お前。のど自慢に来ました。じゃあちょっと歌聞かせてください。白田さん歌ってみて。ちょっと僕はそういうあのなんか軽やかな歌は歌えないですけど、ちょっとラップで。Hey yo、 出会いはふとした偶然、世間的に言わせりゃ運命、誰もが描いた光景。 Do you believe in faith? 信じたいな。格闘技経験は？幼少期に空手5年で、今キックボクシング5年ぐらいやってます。わかりました。乗ってくる。まあ、ちょっとね、タレントの清水くん倒してちょっとノリに乗ってると思うんで、僕が格闘技の厳しさを教えてあげたいなと思います。そうですね。じゃあ
もう全然10秒で決めますよ。じゃあ試合決定ですね。ただのタレントでこうなんか成り上がりに来たじゃなくて、しっかり格闘技をしに来たっていうところを見せたいですね。まあ、10秒ぐらいで KO したいと思います。自己紹介お願いします。私元 K-1 ファイターの達治です。なぜここに来たかというと、もう一発花を咲かせたいと思っています。キックボクシングジムもオープンしました。それでここでまた花を咲かせてキックボクシングを広めたいなと思ってここにやってまいりました。よろしくお願いします。でもこれゴリゴリのプロじゃないの？本当だ、 K-1 ワールドマックス。この経歴は、はい、だって俺ザラなんすか？え？俺ザラなんすか？なんか俺って、はい、やれる？いや全然やれるよ。ちょっとでも俺もやりたいですね。本当に言ってんの？やりましょう。俺とやれる？やりましょう。俺とやれる？俺もトップなんで。分かるよ。ホッソンどうよ俺は。いや興味ないです。一般人がプロに勝てるのがブレイキングダウンだ。そうなんじゃなくて、俺は通訳されたい。やったらいいじゃないですか。いいよ。ここで。いいよ。やりましょう。ね、俺通訳されたいですよ。まあ、練習してこいよ。いや、そっちも。待って、勝手に決めないで。ああ。一回座ってください。はい、マルタと申します。ずっと川島君に勝ったってずっと言ってるのもダサいので、また新しい実績を作りたいなと思ってまた応募させていただきました。あ、じゃあ今からスパーリングできます？やる気あんの？お前やれよ。ほら、おい、なんで最初からそれ出さねえんだってほら。おい、車に大人ぶってよ、酔ったことばっか言ってんじゃねえぜ。8月26日開催、ブレイキングダウン9の会場観覧チケットは概要欄からお求めください。さらにブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像を配信。こちらもぜひチェック。違うか、ブレイキングダウンは一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意しておりますので、まずは資料だけでも概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン9は喧嘩道のほか、ザナ、エクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。